和楽器バンド鈴原優子の日本が好きになっちゃうラジオ。皆さんご機嫌いかがでしょうか。和楽器バンドボーカルの鈴原優子です。今日も始まりました、日本が好きになっちゃうラジオ。今週も楽しくお送りしていきます。この番組はラジオの前のあなたと一緒に作っていく番組です。ぜひツイッターで感想をツイートして盛り上げてください。ハッシュタグは鈴原ジャパン、番組アカウント鈴原アンダーバージャパンのフォローもよろしくお願いいたします。さて、私ですね、6月7日誕生日だったんですけれども、念願かなって誕生日当日にビルボードさんで、2回公演でライブを行うことができました。鈴原優子として歌ってきた過去の曲、ガンダムの曲とかね、戦火の灯火とかをはじめ、結構カバーとかも歌えました。昭和の、名曲なんかをカバーしていくようなこともやっていきたいなという中で、選曲をしまして、まあ、事前にファンの方とかからよく来るリクエストの中から、恋に落ちてとですね、あと薬師丸ひろ子さんのウーマンとか、そういった曲も歌ったりしました。それから、ジャズのナンバーも歌ったり、それからピアノで、演奏、トルコ行進曲を変奏してですね、ジャズアレンジにして弾いてみたりとか、あとは和楽器バンドの曲をですね、私が作詞作曲した曲をピアノオンリーで、弾き語りをしたりとか、あとですね、歌い人という YouTube 限定でワンコーラスだけ、私が投稿していた自粛中に書き下ろした楽曲、これをフルコーラスにしまして、初めてこのライブの日に公開するということもしました。歌い人フルバージョン、そしてなんと新曲も発表いたしました。森山直太朗さんが作詞作曲を手掛けてくださった新曲カンパニュラ、この楽曲を、このライブの日のラストにアンコールとして初披露したんですけれども、なんと6月30日に配信リリース。私がですね、 YouTube の方で森山直太朗さんの楽曲桜独唱をカバーさせていただいたことをきっかけに、森山さんがですね、それを聞いてくださって、楽曲を書き下ろしてくださいました。私というね、人となりをね、もう何時間もどういう人なのかっていうところを取材と言いますか、お茶をしながら話を聞くっていうところから始まって、もうすごくスタジオに入って、いろんな、話し合いのもと出来上がった楽曲です。またバンドとは違った私の、素顔というのが見せることができるのではないでしょうか。クラシックというのがルーツにある私の、歌、それを、シンプルな状態で楽しんでいただければと思います。それでは早速その楽曲、この番組では初公開となります。お聴きください。鈴原優子でカンパニュラ。日本が好きになっちゃうラジオ、和楽器バンド鈴原優子がお送りしております。ここからは勝手に日本豆知識、季節や行事、風習から後世につないでいきたい文化まで、日本に関する豆知識を分かる範囲でご紹介していきます。今回ご紹介するのは踏み月、旧暦の7番目の呼び名で、現在では7月の別名として使われていますね。踏み月またはふづきと呼ばれています。踏み広げ月が略されて踏み月になったという説が有力らしいんですけれども、皆さんご存知でしたでしょうか。この踏み広げ月とはですね、書道の上達を祈って短冊に歌や願い事などを書く七夕の行事にちなんだ呼び方だと言われています。しかしながら中国から伝わってきているのが七夕ですよね。古来日本にはなかった行事のために、収穫が近づくにつれて稲穂が膨らむことから、ほふみずきが転じて、ふみずきになったという説もあるそうです。
含む月、ほみ月が転じてという説など様々な説があるそうですね。基本的にはですね、その旧暦の7月っていうのは現在の暦に当てはめますと、7月下旬から9月上旬頃に当たります。秋を意識した読み方になってもおかしくはないですよね。いろんな説がありますけれども、皆さんはどれだと思いますか？七夕、気がつけば、近いですので、私時々ですね、お店の街角なんかにある七夕に急に願い事書いてみたりとか、結構なんだかんだ言って毎年何かを書いている気がするんですけれども、まあ、最近はとにかく、日々穏やかで笑顔でありますようにみたいな、ことも書いておりますけれども、なんか昔実はまだ全然和楽器バンドが駆け出したばかりの頃ですね、ホテルのツアー中の部屋があまりにも狭くて、そんな時にちょうど七夕の時期でですね、その七夕の書く紙が置いてあるのを見つけて、メンバーでみんなで、もう少しこう広い部屋になれたらいいなって願ったことありましたね。そんな思いでも、楽しい思い出になっておりますけれども、皆さん旧暦も知ってですね、日本の季節を感じてみてはいかがでしょうか。ではここで一曲聴いていただきましょう。和楽器バンドで雨上がりのパレード。窓を開けたら日差しを浴びて新しい朝が訪れる。いたしましたのは6月9日リリースいたしました和楽器バンドの EP の中から雨上がりのパレードでした。ここでお知らせです。まず和楽器バンドなんですけれども、6月9日に4曲入りの EP スターライトがリリースされました。最新作の中には、月9ドラマ一系のカラスの主題歌ですとか、テレビアニメマーズレッドのオープニング曲生命のアリアなどが収録されております。よろしくお願いいたします。そして和楽器バンド、8月末から全国30公演の、ツアーに回ることが決定いたしました。和楽器バンド今年8周年ということで、ツアータイトルが和楽器バンドエイスアニバーサリージャパンツアーインフィニティということで、詳しくはホームページをご覧くださいませ。それから私が組んでいる3人組のアコースティック和風ユニット花風月、7月10日にニューピアホール東京ですね、そちらで公演が決定しております。ゲストに雅楽師の東儀秀樹さんをお迎えして、この日だけの特別なサウンドをお届けする予定です。当日券も出る可能性もありますので、詳しくはホームページをぜひチェックしてみてください。花風月で検索お願いいたします。そして私事なんですが、鈴花優子、6月30日に森山直太朗さんが書き下ろしてくださいました楽曲カンパニュラ配信リリース、こちらですね、弦の音も入っていまして、アレンジが菅佐野さん、そして弦のアレンジを須原杏さんが行ってくださいました。私の今まではまだ見せていない、そんな顔が見れる一曲になっていると思いますので、応援よろしくお願いいたします。そしてソロとしてもう一つ、7月から放送スタートのアニメピーチボーイリバーサイド、こちらの、主題歌をですね、私オープニング曲ですけれども、歌わせていただいております。9メガヘルツさんが作詞作曲しております。9メガヘルツフィーチャリング鈴花優子でダークスパイラルジャーニーという曲、よろしくお願いいたします。そして実はこのアニメの中に出てくる天使アトラちゃん役の声をやらせていただいております。声優としてアニメデビューは初めてのことなんですけれども、ぜひそちらも注目していただけたら嬉しいです。ということで以上インフォメーションでした。みんな、日本が好きになっちゃうラジオからのお知らせだよ。メッセージアンケート回答は番組公式ツイッターから参加できるよ。
アカウントは鈴花アンダーバージャパン、それから番組ハッシュタグは鈴花ジャパン、フォロー、ツイートしてみてね。あとはね、アフタートークが無料アプリオーディから聞けるんだって。ダウンロードして聞いてね。約束だよ。鈴花ジャッジ。このコーナーは番組公式ツイッターで究極の選択アンケートを行い、寄せられた熱いメッセージを参考に私鈴花優子がベストジャッジを決定いたします。ということで皆様、ここでお知らせでございます。なんとこのコーナーからですね、私の和楽器バンドのメンバーであります和太鼓の黒野さんが飛び入り参加です。イエーイ。はい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 。すごい盛り上がりますね。こっからテンションが。いや、はい、黒さんありがとうございます。はい、こっから参加していいのかな。ぜひぜひ、もう待ってました、はい、お願いします。ありがとうございます。ということでね、今回ジャッジする内容なんですけれども、はいはい、1日だけ体験するならどっちということで、うん、大空を飛び回ることができる鳥 VS 大海原を泳ぐことができる魚。あ、なるほど。コロナさんは高所恐怖症ですけど。そうだね。実際どうですか。断然魚だね。あ、そうですか。うん、俺全然やっぱ魚がいいから。あ、そうなんだ、うん、なんか私も実は最初のファーストインプレッションは魚かなとも思ったんです。実は、はい、というのもやっぱり怖いから。ちょっとイメージしちゃうよね。そう、そうそうそう。なんか私結構シュノーケリングとかダイビングとかするんですよ、海で。で、すごい好きで海が、うん、で、海も高所恐怖症の人と泳げないんですって。あ、深いと。なるほどなるほど。結局高い感じがして。そうかそうか。でも浮力があるから私は全然平気なんですよ、うん、ただやっぱりその空だと最初の一歩踏み出せるかなってちょっと思っちゃったんですけど。なるほどね。まあ、でもここからどうなっていくかってことで、はい、まずリスナーさんからたくさんご意見いただいてます。ほう、まあ、本当にすごい数なんで。すごい数だねこれ。ちょっと、読み上げていきたいと思うんですけども、うん、まずじゃあ大空を飛び回ることができる鳥派の人の意見っていうのを聞いてみようと思うんですけども、はい、黒田さん、なんか気になる方の意見ありましたか。そうですね、ラジオネームリスマルさん、ありがとうございま す。疑似体験でパラグライダーとシュノーケルをしたことがあるのですが、はい、飛ぶ方が楽しかったので鳥に一票です。なるほど、両方経験してるんですね。いいですね、うんうん、パラグライダーね、やってみたいと思いつつやっぱり第一歩怖いなみたいに思ってる私がいて、俺としては罰ゲームとしか捉えられない。もう一方くらい行ってみます、はい、ラジオネーム桜子さん、ありがとうございます。鳥を選びました。私は高所恐怖症で高いビル、はい、東京タワーに上がると恐怖でしかないのですが、翼をくださいの歌が小学生の時から大好きなので鳥にしました。歌の歌詞のように晴れた日に自由に飛べたら気持ちいいと思います。あれですよね、鳥だったら、うん、いろんなところ行けそうですよね。そうだね、移動はね、そうだね、うん、体力次第ですけど。いやでもいろいろ考えちゃうな、やっぱり怖いじゃん。台風とかもあるしね。そうそうそう、日本じゃスパイダーマンみたいにもできないからね、ヒューッと飛べないからね。電線あるし。じゃあちょっと、うん、実はですね、はい、今回のアンケートのツイッター上でのパーセンテージなんですが、はいはい、すごい数の方々が投票していただいたのにもかかわらず 83% が空を選んでます。ああ、そうなんだ。はい、大空を飛び回ることができる鳥で 17% のみ魚ということで。ああ、なるほど、はい、みんな鳥になりたいんだね。みんな鳥になりたいですよ。うん、同じ意見の方のもう少し参考にしたいと思うんですが、うん、コロナさん気になる方お願いします。ラジオネームたくゆきさん、たくゆきさんありがとうございます。ありがとうございます。三半期間激弱なので魚ですかねと。海の底に行ってみたいです。はいはい、ですね、いや海の底も耳痛いで。ああ、なるほど。これやっぱりそう、経験者のね、はい、人はいいかもしれないね。耳抜きしなきゃいけないから、うん、ダイビングとかもまずそれできないときつくて潜れないですからね。あと閉所恐怖症の人もダメだって聞くよね、はい、暗くて怖いですよ。ダメじゃん俺。どっちもダメ。じゃあ鳥になって床を歩くよ。で、海のもう一つの怖さは、うん、得体の知れない生き物が来そうっていう恐怖があります。でっかいなとかね、サメとか来そうとかイメージしちゃうよね、はい、でもゆうこちゃんだったらアリエルとかさ、あっち系とかさ、ね、頭の中が、うん、物語になっちゃえば、うん、もう平気そうだよね。まあただやっぱりマンタを見に行こうっていうのをやったことあって、うん、マンタに会いに行くみたいな。
で、あの大きいエイみたいなやつですけど、あのそれも見に行く回なのに来ないでくれって思ってる自分がいたんですよ、ね、あのでかいのがこっち来ちゃうと、そうそうそう、怖い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 、それすげえ分かる な, なるほど、ね、あとうつぼいないでとか思っちゃうんですよ。あ、もうあれヘビだもんねそういった意味で、うん、なんか出会いたくないっていうので、うん、まあ確かに怖いんだよなっていうのあって、うん、あとなんか魚になっちゃったら敵そうじゃないですか、いっぱい食べられちゃいそう。なるほどね。でも空もやっぱね怖いよね、うん、マーベルとか好きだからアイアンマンとかさ、はいね、そういうの飛んでるイメージ自分するじゃん、うん、もし鳥が同じ速度で前から来て当たったらすげえ痛いじゃんって危険ですね。飛行機とかもね、危ない、すごい速度で来てるわけじゃん、はい、ね、それ飛んでる方わからないから、あっぶねえよなって思っちゃうねまあなんか空は空でね、鷹とかいるからわかんないですもん ね、うん、ね、すごい速度でね飛んでるものがいるからね、あるから、うん、え、もう一方くらいちょっと海の中の意見を言ってみたいと思うんですけど、はい、ラジオネームダイサさん、はい、魚を選びました。人間は飛行機などを使って鳥のように空へ飛ぶことができますが、うん、魚のように深い海に潜ることはできません。魚になってできるだけ深い海に潜って普段絶対見れない深海の世界を見てみたいです。つまり、うん、ダイサさん深海魚になりたい。そうね目飛び出るよそうね、結構ルックスが個性的になるけど大丈夫かしらそうね、まあ一日体験ですからね。そうね、うん、そっか、潜るのか。海底2万マイルとかいうディズニーシーのあれありますけど、うん、あるね、海底はなんかまだ未知だから、うん、やっぱりそこには恐ろしい何か生き物がいる可能性ありますよね、はいはいはい、なんか海底、例えばその人工物があるだけで、ね、恐怖症の方もいらっしゃるよね、はい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 、すごくね。なるほどな、なんかいろんな意見を聞いてきましたけど、黒菜さんはどうでした？結果やっぱり海ですか？結果海だね。あ、海なんだ、うん、海だねじゃあちょっと鈴肌の意見ジャッジしますけども、はい、今回はですね、久々に寝返ります、大空を飛び回ることができる鳥、いやー裏切った理由は、うん、海やっぱり得体の知れないさが怖いなっていうなんか話してる中でいろいろ思い浮かべたら怖いよね。タコとかやだなとかいろいろ考えてなんかね、そう、すごくね今話したと思ったのは、皆さんはねこれが楽しい、あれがやりたいなんだけど、はい、俺たちねネガティブな話してない、あれがやだこれがやだそうそうそうなんかね関わり方が違う気がする、皆さんと。海の生物気持ち悪いなってちょっと思ってきちゃってあれ危ないこれ怖いしか言ってないよ鳥の方がまだ危険少ないかなと思いました。なるほど、リスクを避けるタイプね、はい、俺たちね、はい、ということで今回ですね、はい、鳥の方を選んでメッセージを紹介させていただいた方には、はい、番組オリジナルステッカーをプレゼントいたします。ありがとうございます。当選した方には番組スタッフがツイッターでダイレクトメッセージをお送りしますので、お見逃しなく。以上、鈴花と黒菜のジャッジコーナーでした。ありゃ、それでは今日のラストナンバーいきましょう。和楽器バンドでスターライト。希望してあげる。
の最新 EP の中からスターライトお届けしました。お送りしてきました和楽器バンド鈴花優子の日本が好きになっちゃうラジオ、いかがでしたでしょうか。今日は鈴花ジャッジから急遽コロナさんに参戦いただきました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お邪魔しました。コロナさん、うん、一度罰ゲームでバンジージャンプ飛んだことあるじゃないですか。あるあるある、日本一高いってやつね。そう、茨城の、うん、なんか最近日本一が更新されたなんて噂も聞きましたけど。マジですか、ね、いらないですよそういうの。清にだけは絶対言わないです。情報絶対言わない。この情報残念ながら清から聞きました。うーい。で、実際あれですか、うん、1回飛んでもやっぱり怖いんですよね、うん、そう、1回飛ぶとより怖い。より怖いんだ。そうだから2回も本当できないかもしれない俺。ああ、なるほど。分かんないからできたけど、はい、もう分かっちゃったから、うんうん、もう次やだな。今話してるだけで手汗すごいかいてきた。ああ、ですよね、うん、やっぱ恐怖知ってしまったってことですね。知っちゃうとダメだね。どの瞬間が一番怖いんですか。足が離れる瞬間。ああ、死ぬ。要は何かに、ね、引っ張られてればすごく楽なの、はい、ギューッとゴムかなんかで、うんうん、引っ張られてる状態で飛ぶのは全然いいんだけど、何もない無ですね、その状態で本当に死を感じるから、はい、足が離れた瞬間、あれは。じゃあこれあれですよね、翼あったとした第一歩飛べずに鳥の大気を割る可能性やるとしてもちょっと10センチぐらいふって飛ぶふわっとからね。鳥になってるのに飛ばないみたいな。そうそうそう、水たまりをねふわっと避けるぐらいならいいかなと思う、ね。うん、黒さん魚がいいっすね。あ、そうね、魚だね、はい。はい、ということで今日もありがとうございました。ありがとうございました。それではまた次回、お相手は和楽器バンド鈴花優子でした。